こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。今日はですね、今私イオンの駐車場に停めてるんですけど、初めてちょっとイオンでの普通充電器を使って充電してみたいと思って来てみました。じゃあ早速充電器見てみましょう。はい、こちらが普通充電器で NEC 製のようです。で、コネクターがここにあって、使い方を見ると普通充電器の使い方、まずコネクタを挿しますと接続が点滅します。そしたら充電器番号を覚えて充電コントローラーに行って手続きしたら充電が始まりますっていうことですので、ちょっとやってみようと思います。はい、じゃあこれコネクタを外して、これ左側届くかな。はい、行きますね。よいしょ。はい、でテスラの場合は普通充電器のコネクタそのままでは刺さりませんので、こういった標準で付属しているアダプターを使います。でですね、これをこのままカチャってやって、ここに刺せばいいんですけど、これだとね、このアダプター、この車体に刺さる方だとロックされるんですけど、このアダプター自体はロックされないので、こうすぐ外れちゃうんですね。で、たまにね、マナーの悪い人がいて、まだ充電終わってないのに、でこれを人の車からこう抜いちゃう人がいるので、ちょっと今日はですね、秘密兵器持ってきました。それがですね、こちらなんですけど、このリングがあるとですね、コネクターをここに挿して、でここでこうロックする形にして、それからここのコネクターに挿せば、よいしょ、こんな感じで挿せばですね、もうこれボタンを押しても勝手に抜けなくなるんですよ。でこのリングのアダプターは、あのテスラ仲間のすごい方がいて、 3D プリンターを自在に操ってですね、これを作っていただきました。なんかまだ試作品とのことで、今後ですね、もっとかっこよくするって言ってたので、その時またもらったら紹介したいと思います。じゃあこれでちょっと充電コントローラーの方に行ってみたいと思います。はい、ありました。こちらが充電コントローラーみたいです。こんな感じの機械で、これ選択、あ、ちょっと番号 A の16 番、 A の16 番、よし。はい、じゃあ選択ボタンを押します。で、利用方法、会員カードと電子マネーで、ここで使えるのはこの和音の電子マネーだけなので、私このためにですね、わざわざ和音カードを作りました。電子マネーでいいのかな。はい、選択で充電開始で、電子マネーは和音を選びます。でコネクタを接続した充電器は16番で合ってるので OK。 はい、で OK。でとりあえず2時間充電したいと思います。料金はこれちょっと前までイオンの普通充電は無料だったんですけど、2月の中旬ぐらいから有料になりました。で、1時間が120円で、2時間やると240円だそうです。はい。じゃあ、2時間の料金240円を、このワンオンで払います。はい、充電開始します。で、カードをタッチ。お、はい、そうすると、充電を開始しましたということで、最初1000円入っていたので240円引かれました。じゃあちょっと車の方見に行ってみましょう。はい、今こちらの接続のところがオレンジ色で点滅して、多分充電始まってるみたいです。で車の中の方を見てみると、はい、充電始まってますね。200V で 15A 充電みたいで、1時間あたり 14kg ぐらいしか入らないんですね。ってことは、2時間選んだから、2時間で 30kg も入らない。27、8kg ぐらいしか入らないで、240円っていうのは、どうでしょうね。ちょっと高い気がしますけど、まあ、緊急時にゲスト充電するにはもう、致し方がないっていう感じですかね。今日は試しにやってみましたけど、こういう場所でしょっちゅう充電をする人はですね、日産の ZESP3 っていう会員プログラムに入っておくと、普通充電がいくらやっても無料のコースがあるので、そういう人はそちらに入った方が得かと思います。じゃあタイマーで今から2時間測っておきますので、今の電池残量残り 210km 走れる状態なので、これがどのぐらい増えるかちょっと見てみたいと思います。はい、もうあともう少しで2時間経つので、まだ充電は続いてますけど、ここで、充電止めたいと思います。はい、充電を停止します。はい、そうすると、
接続がオレンジ点滅になりましたね。はい、これで引き抜きます。で、こちらのコネクタを元に戻せば完了です。はい、車内に戻ってきたので、充電の結果を見てみましょう。充電開始前残りの距離が210キロでしたので、約2時間丸々充電して今241キロで31キロ分充電できたことになります。緊急時30キロの充電は助かるんですけど、やっぱりね、2時間の普通充電で240円の料金、これはちょっと割高ですね。しかも2時間やってね、30キロしか充電できないんじゃ、多分次の充電場所を探しに行くまでの間にまたその30キロ分使ってしまいそうな気がするので、ちょっとあまりこの有料での普通充電はお勧めできないかなという感じでした。はい、というわけで今回は、イオンでの、普通充電に挑戦してみましたけど、いかがだったでしょうか。また今後もいろんなところで充電した際の報告をしてみたいと思いますので、ぜひまた見てください。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。